以上が諜報部が入手した報告になります。やはり今ゲーム業界で起こっている事件の裏には秘密結社が絡んでいたのですね。ラステーションでは傭兵組織の後ろ盾としてルイでは革命軍とつながり、リーンボックスではゴールドサードとつながっていた。さすがアイちゃん、事件の裏の裏まで調べ尽くすなんてまさに諜報部の鏡だよ。ま、私にかかればこのくらい当然よ。ちなみにネプギアならベール様と一緒にうまくやってるそうよ。本当なら妹の活躍を喜ぶところなんだろうけど、相手がベールだと素直に喜べないかも。それでイストワール様、今後の対応ですが。秘密結社に打って出ましょう。けど秘密結社ですよ、どこにいるのかわかるですか？それなら任せてください。ワレチューさんの証言をもとに秘密結社が空中戦艦を拠点としていることが分かりました。仲間は売れないとか言ってたくせに結局入ったのね。けどどこにいるか分かるんですか？足がつかないための戦艦ですよね。その道にとても強い知り合いがいるので協力をお願いしようと思っています。なのでその間にネプテューヌさんは各国に行って女神様たちを集めてきてください。ってことは私たち4人の物語が全部終わったってことだね。そういうことなら任せて。そろそろみんなに会えなくて寂しかったところなんだ。ネプネプ、そういうメタなことは知っていてもあまり言わない方がいいと思うですよ。 IF さんとコンパさんもネプテューヌさんに同行していただいてもよろしいですか？いいですけど、私も久しぶりにネプネプと旅行です。せっかくですし他の女神さんたちにお土産を持っていくです。いいねそれ。せっかくだから新商品のプラネタワ焼き過去24個入りを持っていこうよ。というわけです。ああ、なるほど、おもりってやつですね。わかりました。それでは皆さんよろしくお願いします。やってきました、ラステーション。いやー、ここに来るのも久しぶりかも。このいかにも孤独が似合いそうな街並みこそラステーションだよね。誰がぼっちですって？おお、その声はノワール、そしてユニちゃん。どうも。まさかこんなに早くノワールたちに会えるなんて。もしかしなくてもこれは運命かも。運命なんかじゃないわよ。ラステーションにあなたに似た格好の人たちが向かってるって情報があったから待っていたのよ。まさか私たちに会いたくて待っててくれるなんて。ノワール、会いたかったよ。ちょっと、いきなり大声上げて抱きつかないでよ。恥ずかしいでしょ。だってずっとノワールに会えなくて寂しかったんだよ。ノワールは寂しくなかったの？それは、その寂しくなかったといえば嘘になるけど、そうね、私もあなたとまた会えて嬉しいわ、ネプテューヌ。ツンデレ一丁いただきました。とりあえずいつも通りのノワールだってことが確認できたし、それじゃあ早速出発しよっか。秘密結社なんてぶっ飛ばせ。あー、なーにが、いつも通りのノワールが確認できたしなのかしら。あれ、ノワールさん、まさかのお怒りモード？当たり前でしょ、無事に再会できて嬉しかったのに。あなたはいつもそうなんだから、今日という今日は許せないわよ。ネプユニちゃん、これをどうぞです。ん、お菓子、お土産、新しいプラネテューヌメーカーのプラネタワー焼きです。流れがよくわからないけど、ありがとうございます。何この混沌とした空間。
世界が変わってもルイが寒いのは変わらないなんて理不尽にも程があるよ。いや、理不尽なのはそれを期待してるあんたでしょうが。灰色を持ってくるのを忘れたです。灰ちゃん、どこか暖かいところに入りたいです。まったくあんたたち二人は。いいわ、ブラン様の居場所もわからないし、ギルドがあるからそこで聞き込みをしてみましょう。バカなこと言ってるのよ、あんたは。ブラン様を探すんでしょ。あら、もしかして見ない顔だけどブランちゃんのお知り合い。そうですけど、もしかしてブラン様を知ってるんですか。ええ、よく知ってるわよ。彼女に用があるならそろそろ帰ってくるはずだけど。イエーイ、ラムちゃん一番乗り、私は二番乗り。こらこら、二人とも他のみんなの邪魔になるから騒いじゃダメよ。あ、ネプテューヌだ。本当だ、ネプテューヌちゃんがいる。ネプテューヌちゃん、久しぶり。おお、懐かしいかな、そっけない態度。これこそブランだよ。恥ずかしいから急に抱きつかないで。そんなこと言ったって久しぶりなんだかな。ブランニウムの補充が終わるまでいいじゃん。ブランニウム、つまりブラン成分ってやつかな。もちろん命名者は私。じゃあ私はネプテューヌちゃんニウムを補充しようっと。キュー、私もキュー。それで何の用かしら。ただ遊びに来たわけじゃないわよね。それについて私から説明します。なるほど、そういうことか。誰です。ごめんごめん、驚かせちゃったかな。私はシーシャ、このルイのゴールドサードだ。君たちを見かけて話しかけようと思ったんだが、真剣に話を聞いているみたいだったから勝手ながら混ざらせてもらったよ。そういうことだからちょっとの間出かけてくるわ。ブランちゃんがいなくなるのは寂しいが、これも世界のためだ。頼んだよ。驚いた、ついてこないのね。ゴールデンコンビとしてついていきたいのは山々さ。けどさすがにこの国を開けるわけにはいかないからね。だから任せたよ、ブランちゃん。ええ、任せて。海ね。海です。船も飛行機も未だ欠航ね。欠航です。というわけだから任せたわよ、ネプコ。まさか二人を背負って海を越えることになるなんて。落ちなきゃいいけど。リンボックス到着。いやー、ここに来るのも久しぶりだね。ベルはと、えっふっえっふ、やぶ、なんか変なのがいるです。おやおや、この辺りじゃ見かけない顔だね。さては、オイラの健康貯金を見に来た観光客だね。それなら大歓迎、好きなだけ見るがいい。ちょっとヌーマン、あまり女の子を脅かしちゃダメよ。またなんか出たです。こんな可愛い子が男の筋肉に興味あるわけないじゃない。きっと私のナイスボディを見に来たんだわ。ひえです。あれ、お
の胸に飛び込んできなさい。はーい。あら、そうはいきませんわよ。ちょ、ベール、せっかくの姉妹の再会なんだから水を差さないでよ。姉妹？おかしいですわね。ネプギアちゃんは私の妹ですわよ。仮にあなたの妹だったとして、せっかく再会できたにもかかわらず送り出したのはどこの誰だったかしらね。喧嘩はいけないよ、二人とも。ほら、オイラの三角筋を見て仲直りするんだ。いいえ、仲直りには私のくびれの方がぴったりよ。ほら、見て見て、くねくねくね。もうやだ、このパーティー。